第四代暴法と公爵チャールズ・ノエル・サマセットは、グレート・ブリテン王国の貴族、政治家。トーリー・党に所属し、1731年から1745年まで、庶民院議員を務めた後、暴法と公爵を継承した。第二代暴法と公爵ヘンリー・サマセットと二人目の妻、レイチェル・ノエルの次男として生まれた。1725年6月19日に、 オックスフォード大学ユニバーシティカレッジに入学1727年10月16日にマスター・オブ・アーツの学位を取得1736年7月12日には民放学博士の学位を得た。サマセットはトーリー・党員でジャコバイトであり1731年5月17日の補欠選挙でモンマッシャー選挙区で当選して庶民議員になった。 1734年イギリス総選挙でモンマス選挙区に転じた。サマセットはトーリー党が一貫して主張したように、1736年の審査法廃止法案に反対票を投じた。このことは反カトリックでありながら、カトリック国王を支持するというイングランドにおけるジャコバイト運動の複雑さを示した。1741年イギリス総選挙では、 モンマス選挙区で再選された。この時期は、ロバート・ウォルポールの首相期であり、ホイック党が政治を主導したが、ウォルポールは1742年2月に、トーリー党ウォルポールの外交政策に反対した、愛国ホイック党そして、王大使フレデリック・ルイスを支持する青年政治家が連合したことで失脚した。しかし、愛国ホイック党は、ウォルポールの与党と和解して入閣し、 トーリー党を政権から締め出した。1744年に成立したブロードボトム内閣では、トーリー党の指導者、ゴア男爵が入閣を果たし、サマセットが代わってトーリー党の指導者になったものの、政府は官僚任命について交渉するとき、サマセットを無視して、ゴア男爵をトーリー党首として扱った。1745年2月、兄ヘンリーが死去したことで、 暴ート公爵の借位を継承、貴族院に移籍した。ヘンリーは1742年末に、フランス政府と連絡を取り、スチュアート家福井を支持するために進行を計画するよう求めた。第4代暴ート公爵となったチャールズ・サマセットも、計画に、加担、1745年8月に、支持の確約をフランスに送り、その1ヶ月後には、ロンドンに上陸する軍勢を求めた。 1745年ジャコバイト放棄に加担した角で、後に処刑された第11代ラバと共催モンフレーザーは、暴法と公爵が1万2000ポンドを調達すると言わなかったら、参加しなかったと供述しているが、ジャコバイトに同情的だった多くの貴族と同じく、暴法と公爵は政府から追訴されなかった。18世紀のイギリスでは、国王と継承者の間の不和が多く、 ジョージ2世とフレデリック・ルイスもそうであった。ジョージ2世がホイック島を支持したため、フレデリック・ルイスはトーリー島を支持した。フレデリック・ルイスの計画は実質的には現職を失脚させる結果となるため、暴報と公爵はフレデリック・ルイスを支持、1749年5月には王太子派とジャコバイトの会合に参加したという。 1750年9月にチャールズ・エドワード・スチュワートが秘密裏にロンドンを訪れた時イングランドのジャコバイトとの会合でボーフォート公爵と会っている。ボーフォート公爵は1756年10月28日に死去グロスタシャーのバドミントンにある家族墓地で埋葬された。精力的に活動し道徳では火の打ちどころがないものの政治力には 疑問が残ると評価されている。1740年5月1日、エリザベス・バークレーと結婚、一男五条を設けた。七百7 5 9年9月13日、第7代ノーサンプトン白爵チャールズ・コンプトンと結婚。子供あり、エリザベス・ヘンリー第5代暴ーと公爵レイチェル・ヘンリエッタ1769年4月6日。 第四代順団尺サーはトキン・ウィリアムズ・ウィンと結婚。子供あり、メアリー・イサベラ1775年12月26日、第四代、ラトランド公爵、チャールズ・マナーズと結婚。子供あり、ありがとうございます。